コロンビアはアメリカ海軍のロサンゼルス級原子力潜水艦の60番艦。艦名はサウスカロライナ州、ミズーリ州、イリノイ州それぞれのコロンビアにちなんで命名された。その名を持つ艦としては8隻目であるが、前の艦はそれぞれその名の由来が異なる。先代の7代目コロンビアとなるクリーブランド級系巡洋艦2番艦はサウスカロライナ州コロンビア市にちなんむとされる。 コロンビアの建造は1988年12月14日にコネチカット州クロトンのジェネラルダイナミクスエレクトリックボート社に発注され1993年4月21日に寄港した。コロンビアは1994年9月24日に1300フィートの木製傾斜路を滑走して浸水するという従来の方法で浸水した。この方式で浸水した。 潜水艦としては、最後の艦であり、本艦以降の艦はドックに注水して浸水することとなる。コロンビアは、ヒラリー・クリントンによって命名され、1995年10月9日に、デールジー交番艦長の指揮下収益した。2010年3月26日に、韓国の白島付近で沈没したと、韓国の自死民法で報道されたことがある。これは、 大韓民国海軍、小海艦、天安沈没事件と同一日であった。なお、これについては、その後の活動として、琉球日報2010年4月5日付で、3日で、米原戦3隻、ホワイトビーチに、コロンブス入港という記事内に、3日にも、同基地には、原戦ヒューストンとコロンビアが沖合停泊しておりと記述され、その原戦の活動が記録されている。 ありがとうございます。